さんこんにちは。リカリンチャンネル宮谷リカです。今日は上野に来ております。東京文化会館の目の前、西洋美術館でピカソとその時代展が開催されています。ベルリン国立ベルト・ギュルン美術館のピカソの新作35点が来ているというので、ここで見に行ってきます。来ました、もうすっかり夜でございます。向かいの東京文化会館にも日が灯っておりまして、温かみがありますね。ピカソの初めて見る絵がなんと35点もあって、そのピカソを含んで76点もの日本初公開の絵がありました。見応えたっぷりでした。とにかくピカソのコレクションはすっごく良かったですね。全時代を網羅している感じです。そしてベルク・ブリューンさんのシンディガンで選んでいるので、全体を貫く美学が本当に訴えてくるものがあって、心動かされるものがありました。この展覧会はもう数日で終わってしまうんですけれども、大阪に巡回展があるようなので、できたら大阪も足を運びたいなと思うほど、心動かされました。ここは入り口なんですけど、象徴的な黄色いセーターとともに今日の動画を終わりたいと思います。本日もご覧いただきありがとうございました。また次の動画、もしくはコンサート会場でお会いしましょう。